鳥取県湯梨浜町で加工用小玉スイカを栽培している山本正さん六十四歳。作業効率が上がるように枝や葉っぱを剪定して木の形を整えて収穫しています。収穫で気をつけていることってありますか。はい、ええー、とにかくですね、成長の速度が速いんで。まあ、多い人で、まあ、五回ぐらい、あの、巡回して。 あの収穫されると葉っぱがいっぱいありますよね。そうですね。なんかまずどこにスイカがなっているのかが、ね、<laughs> 見つけるのが難しい、ねえー。見つけるの難しいですよね。うん、見る角度をいろいろこうして変えながらですね探したりするんですけど、まあ最後はもうエグザイル状態みたいなこんな感じですよね。グル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 しながら探すんですね。<laughs> ですです。畑で何やってるんだみたいなねそんな感じの時もありますけど。<laughs> 山本さんの畑では成長途中のスイカに旗を刺して目印をつけて見分けやすくしていますこの小玉スイカで作った泊り漬けの醤油漬けをいただけることにうんどうですか本当に柔らかい <laughs> スイカのみずみずしさにお醤油の味が馴染んで美味しい <laughs> そうですね ご飯のお供には最強ですよねこれ。最強ですね、えー。やっぱり泊まりの特産の伝統なじみたいな、そんな感じですよね。うん初めていただきましたけど、<え>癖になりますね。泊地区で生産された小玉スイカは。琴浦町の食品会社で加工され、泊り漬けに。 県内の直売所、お土産屋などで販売されています。来週はこだまスイカ栽培拡大への取り組みを紹介します。